どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、寝癖直し方法をやってみました。朝起きた時にこうボンバーヘッドになってて、寝癖直しちょっと時間かかるじゃないですか。で、間違ったやり方をするとすごい二度手間になったりとか、あとまあダメージ、すごいダメージの原因になったりもするので、今日は寝癖直しの正しい方法やってますので、朝時間がない時に、まあ手間はかかるんですけど、しっかり治る方法なんで、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まずは水スプレーで濡らしていきます。だいたい表面に水スプレーをつけて、細かめの櫛で溶かしていきます。ドライヤーで乾かしていきます。この状態だとしっかりとなんか癖が伸びてるところと伸びてないところがあったりとかで、あとパサつきの原因にもなるので、この方法はおすすめしません。水スプレーで濡らしていきます。根元からしっかりと水を入れて濡らしていきます。根元が全体的にしっかりと濡れたら、ブラシでしっかりと溶かしていきます。で、引っかかる際は毛先の方から優しく溶かして、根元の方に向かって順々に溶かしていくと引っかかりがなく溶けます。この状態でトリートメントをつけていきます。保湿がすごい大事なので、特に乾燥する毛先にしっかりとつけてください。ドライヤーをやっていきます。これで乾かしただけでも綺麗にうねりだったりとかパサつきがないような状態に見えてくれます。まず根元をしっかりと濡らすこと。根元がやっぱりこう寝癖の原因になっているので、そこをしっかりと濡らして、でブラシ、ちょっと粗めのブラシですね、でしっかりと溶かします。でドライヤーをする前にやっぱりトリートメントで保湿をしながらやってあげると、綺麗に潤いが出てしっかりと伸びてくれます。いかがでしたでしょうか。まあ多分知ってる方も多いかなと思うんですけど、でも一番のポイントがやっぱりこう寝癖をつけないことが一番かなと思うので、まずはしっかりと乾かす、特に根元をしっかりと乾かして、で毛先の部分に関してはトリートメントをしっかりとつけとく、洗い流さないトリートメントをつけて乾かすと、少しはマシにはなるかなと、寝癖がね思うので、まあ、まずはもう寝癖をつけないのがポイント。ついてしまったらもうしっかりと濡らして乾かすのが一番の得策かなと思うんで、朝ちょっとは時間短縮になるかなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。それでは皆さん、またさよなら。Thank you.